ハイン・リヒ20世、ロイス・ツー・グライツは、2位系、ロイス公国の統治者。ロイス・グライツ公、ハイン・リヒ13世とその妻でナッサウ・バイルブルク公、カール・クリスティアンの娘であるルイーゼの間のなんとして生まれ、兄・ハイン・リヒ19世が男子を設けずに亡くなったため、後継ぎとなった。1848年革命の余波を受け、それまでの君主中心の政治のあり方を大きく、 変更する内容の憲法に署名することを余儀なくされたが、憲法が実際に発行されることはなかった。また、オーストリア軍に将軍として仕えた。1834年11月25日に、ボヘミアのハイトにおいて、レイイコールベルトハイムイコールローゼンベルクコーカールの娘ゾフィーと結婚したが、子供を設けないまま4年後に死別した。百三十九年十月一日に、 バート・ホンブルクにおいて、ヘッセン・ホンブルク砲白、グスタフの娘カロリーネと再婚し、マニ5人の史上を設けた。ありがとうございます。